し。明日の資料大丈夫か？あ、はい、できてます。何かあったらいいよ。はい、自分で会いに行こう。
良かったです。ありがとう、バッチリです。めちゃめちゃ素敵です。ありがとうございました。ありがとうございました。アイドルとしてこう CM を撮るっていうことはあんまり自分自身も経験したことがなかったので、すごく新鮮な感じでした。まさか自分がっていう驚きの方が強くて、でもこうやって自分を通していろんな方々に使っていただけるのかなって思うと、すごい頑張ろうっていう気持ちになりました。自分自身こうよく鏡を見ることは日常的には多いんですけど、まさかそれをこう撮影していただける機会があるっていう感じじゃなかったので、改めてこう自分自身の様子だったりとかっていうのにも気をつけたいなとか、日々いろんなことをケアしていきたいなっていうふうに思いながら鏡の前での撮影をしておりました。なんかライブの感覚とすごい似てるなって思いながら撮影してて、なんか自分もこう舞台袖にいる時はすごい緊張してるし、大丈夫かなって思いながらステージ袖にいて、いざステージに立つ時にいつもよしっていう気持ちでステージに立ちに行くので、なんかその感覚とすごい似てるなって思いながら撮影してました。すごい新鮮でした。いつもはなんか周りにみんないるので、なんか一人でダンスを踊るっていうことの新鮮さと、なんかみんながいない分一人で迫力を出さなきゃいけないっていうところではすごい力が入ったなって感じます。この曲自体もこう否定的に僕なんかって否定的に思っているところが結構書かれてあるんですけど、振り付けにもそれが出てて、でも多分そういうなんだろう、いつもなんか自分なんかって皆さんも多分思っていることって少なからずあると思うんですけど、でもなんか今回こういう自分の身をきれいにするっていうところでは、なんかそういう気持ちも晴らせるようなものになってるのかなっていう風に感じてます。ヘアケアとかは結構しっかりするようにしてますね。やっぱり多分一番こう顔に目がいくと思うんですけど、それでもこう髪の毛も結構見られてるのかなっていう風に感じるので、ライブでのパフォーマンスだったりとかでも髪の躍動感っていうのは結構大事になってくるので、私はこうツヤを出したり痛みをなくすっていうのとかは結構整えるようにしてます。なんだろう、自分自身もそうなんですけど、やっぱり乾燥とかって多分すごく気になると思うんですけど、なんかそういうのって結構なんだろう、目に見えて分かっちゃうものだったりするので、なんかそういうのも乾燥とかも防いでうるうるツヤツヤになれるっていうところは結構私は気にしちゃうので、自分をきれいにするのって身も心もきれいになるのと同じだと思うので、すごく素敵だなとは思います。これからの時期だとやっぱり夏になるので、多分汗とかも結構かきやすくなると思うので、そういう時にこの AG のスプレーとかを使うっていうのもありだと思うし、やっぱ気になると思うので、ベタつきだったりとか、あとまあ匂いだったりとかっていうのも気になると思うので、それはこれで防げると思いますし、あとはやっぱり、まあ、肌の質感というかっていうのもやっぱりカサカサしてるよりも潤いがある方が好感は高いのかなと思うので、このウーノを使ってうるうるもちもちになれたらすごい素敵なんじゃないかなと思います。私たちだとアイドルとファンっていう関係性ってあんまりこうずっとなんだろうな、近い距離感にいるっていうわけじゃないので、こうライブだったりとかイベントだったりとかっていう時にしか会えないので、そういう時にやっぱりこう自分の一番最高な姿を見せに行きたいっていうところでもあると思うので、なんかそういうところではすごい共感できると思いました。牛尾紗理奈さんです。私がここに加入する前からもうずっと大好きな方で、パフォーマンスと普段のこう牛尾さんでいる姿のギャップっていうのにすごい惹かれて、
すごくお優しい方だし、みんなのことがすごく大好きな方で、いつもよく笑ってるし、なのにパフォーマンスするとすごくかっこよくなるっていうところが私の牛尾さんの大好きなポイントです。うん、応援したいなって思っていただけるように、こうがむしゃらに頑張っていきたいなっていうふうにも思いますし、やっぱり多分こう応援してくださっているファンの皆さんは、自分が推してる子が笑顔になってたり楽しんでたりっていう様子を見るのが多分こう私自身もこう好きだったので、だからこそ皆さんの前ではたくさん笑顔で楽しい姿を見せていけるように頑張りたいなっていうふうに思いながら活動してます。なんか自分の声をすごい好きって言ってくださる方がたくさんいて、あんまり自分ではこう大々的に言えるほど自信はないんですけど、なんか声をお届けするっていうことをこう自分も仕事にしていきたいなと思ってる部分はあるので、声を押していただきたいなと思います。まあ、でも自分のことをすごい好きでいてくれたら私はそれで十分かなっていう風に感じてます。皆さんの声があるからこそ今の私がいるのかなっていう風に感じてます。一言で言うなら幸せです。この度ファインデデイさんの推せる自分で会いに行こうプロジェクトのアンバサダーに就任いたしました日向坂46の小坂奈央です。普段から私を推してくれているファンの皆さん、いつも推してくれてありがとうございます。そんな皆さんと一緒に素晴らしい毎日を過ごせるように今回の撮影に挑みました。このプロジェクトで一緒に楽しく推せる自分になりましょう。ウーノと AGDEO24 ぜひ使ってみてください。ちなみに私の会いに行きたい推しは